自主制作映画一人でできるもんね。今回はですね、じゃあなんでね一人で映画撮らなきゃならないんだ、でみんなとワイワイやった方がいいじゃないかってね思うじゃないですか。ね、一人で映画作るなんてなんかうじうじして嫌だなと思うじゃないですか。ね、もうね甘いんですよ、もうあのね。映画を本当に作ろうと思って、一つの中、一つのどんな小規模でもいいから一つの作品とした形を作り上げるね。そのね作品を作り上げるこそことこそが映画制作じゃないですかね。そんな仲間とワイワイ楽しくやるは二の次なんですよね。それは映画を作っている時にまあこうおまけ的に。なんか映画を作っていたら仲間ができて仲間とワイワイしちゃったね。それはまあこう副産物なんですよね。そんな副産物目当てに映画をまあ撮るのをまあほら人それぞれなんですけど、まず映画として一つの作品としての形が作ろうと思ったらそんなものはもうねもういらないと思うんですよね、本当に。そもそもですね、全然映画を撮ったことない方が人がですね、映画を作ろうかなと思って、まあ、作り出すじゃないですか。その時にですね、仲間仲間とかチームとかですね、必要になってくるじゃないですかね。複数でやろうとしたらね、でもですね、その映画を作ろうという当の本人がですよ、その今まで映画制作に携わったこともねやったこともない人に、それはなかなかその映画を作るね、チームを作るというのはもうかなりの至難の技やと思うというか、ほぼほぼ無理なんですよ、ね、だってですよ、だって映画と作ったことないのにその役者をしてくれる人呼んできて、その人に役者の指示をしたりとかカメラの演出とか、その要するにその場を仕切らないといけないんですよ、ね、ですのでまあね、仲間と映画を作りたいんだと思う人はまあいきなりまあ仲間ね集めるのもまあいいんですけど、まずね最初はまあそういうなんか映画を作っている、人たちのねところをなんとか探し出してですね、まあ探し出せると思いますよ、このネットの時代でね、ネットが発展した時代でしたら。でまあ撮影のスタッフに加えてもらうとでそこでねこう下っ端をしながら撮影現場というものはどういうものかとか、映画を作るとはどういうものかとか、演出をするのはどういうものかというのを学んでいった上でね、こう映画ね、そのチームの中でまた自分もまた映画を撮りたい、映画を作ってみたいというところから、その中にいる人たちのその映画を今日のスタッフの中の人たちを仲間として取り込み、その仲間と取り込んだ人のまた知り合いを仲間として取り込み、ね、こうチームを作るというのもね、まあ大体そういうね実製作映画作られてる方ってそういう風にしてね自分でこうチームを作っていかれるんだと思うんですけど、まあ一人で映画を撮るね、こうね、まあ一人で映画を撮ることがですね、まあ今回はですねそのまあメリットね、いろいろね考えね、いろいろお話ししていき
たいかと思うんですけど、まあそれはまあね、次回にしましょうで今回はもうね、そんな悠長な、悠長というか、まずその映画のチームに入るのはいいんですけど、映画ってまず自分がまずね、こんな映画撮りたいなとかあるじゃないですか。で、映画のチーム入るのはいいんですけど、その映画のチームがどんな作品を撮影しているかということにも寄ってくるじゃないですか。ね、実製作映画ってすごく幅が広いんですよ。ね、まあ、私みたいにこうね、怪獣映画、ね、自主怪獣映画撮ってる人もいれば、ね、アニメを作ってる人もいる。そして、ね、アート系映画を作ってる人もいる。ね、私の大嫌いなアート系映画。ね、アート系映画のですね、例えばですね、こう特撮映画を撮りたいとかですね、ちょっと娯楽映画を撮りたいとか、バカ映画を撮りたいと思っている人が、まあアート系映画のですね、現場にね、うっかり入ってしまったらですね、もう本当にもうね、これはなんだ、地獄かここはとはね、思いますよね、思わざるを得ませんよね。まあアート系映画しかり、なんかよくわからないね、こうインディー系のよくわからない人間ドラマね、なんかもうよくわからないの多いじゃないですかね。実製作映画の世界ってなんかよくわからない映画、暗い映画ね、なんか男と女とか出てきて、やたらこう感情むき出しのオーバーアクションをする映画とかあるじゃないですかね、多いと思いますよもうねで、ですんで、なんかそういう撮影隊に入りづらいというか、そういう映画を作っている人自体にも近づくのも近づきがたいようなねところもあるんで、よっぽどの覚悟がないとなかなかね、こうそういう映画にこう入りづらいじゃないですかね。余談になりますけど、本当これ余談なんですけど、なんでこう小規模インディー系の映画に出てる役者さんってこう力いっぱい演技するんでしょうかね。なんでこんなに力いっぱい演技をするのかとね思っちゃいますよねものすごいこうオーバーアクションなんですよね。ほんで、我こそがこの映画の中では我こそがこれ一番目立つんだみたいなね、このなんか出てる人全てがそれをやってるような気がするんですよね。主役の人がこうね、こうバーンとこうね、オーバーアクションとかやるのは前わかるんですけど、なんか脇役でちょっとしか出ない人とか、あと脇役でそんなオーバーアクションをしなくてもいいような役柄の人がなんかもう力いっぱい演技してるんですよね。もう力いっぱい演技して、俺は主役を食ってやるぞって言わんばかりの演技をする人だらけのような気がするんですよ、ね、逆にこう本当のプロの映画の作品とかですね、まあ、映画に限らずテレビでもそうなんですけど、脇役の人は本当に脇に徹してるんですよね。そんなむちゃくちゃ力入れて目をかっぴらいて、ね、手足をこんなクワッとーってね、演技する人いませんよ。それでいて脇の人は脇役の演技をして、それでも脇役としての、ね、こう味を醸し出して、で見ている人にもね、すごくこう深い印象を与えて、脇役の役者は決して目立たない役者だけどよかったと、ねね、話がそれました。いや、まあ要するに実製作映画見てるとなんかこうね、もう力、肩肘に力入れすぎなんですよね、演者の人たちが。そんなに力入れなくてもいいと思うんですけど、やっぱ力入れないと、まああれなんですね、自然な演技ができないんですかね。自然な演技があまりこうね、うまくないから、結局そのオーバーアクションになってしまうんですかね。まあ私もよくちょっと演劇のことよく知らないんで何とも言えないんですけどね。というわけで、ね、本日は以上です、ね、次回はまあ一人で映画を撮ることのメリットね、メリットについて、お話ししたいと思いますよ。
以上です。